こんにちは、エウレカです。今回は歌マクロス衣装特別演出コレクション、マキナ姉さん第24回学園のお茶目ガールエピソードを見てまいります。歌とダンスにメカまで大好きなマキナ姉さん、きっと学生の頃は男子や女子に関係なくみんなの人気者だったはずだ。いや学生の頃って年齢的にまだ全然学生っぽいんですけどね、18歳っていうとまあ高校3年生とかでもまあおかしくはないと思うんですが、プレート見てまいりましょう。ほい、星4プレートから、14人も与えます。デルタ正体を去ってしまうメッサを気にかけていたマキナは一計を案じる。そしてそれを実行するべく半ば一方的にハヤテの重要任務を与えるのであった。まあメッサを連れてこいっていうそういうお話でしたかね。あーなんかそうそう、なんかこの階段のところで話してたような気がする。なんつうかね、なんか生活感あってっていうか、なんつうの、あの親近感湧きますね、そういうところね。その銀河のトップアイドルが道端で、それこそ井戸端会議ではないですけどなんかそんな感じしてるっていうのは、まあ、なかなかちょっといいし面白いシーンであったような気がします。そして来ました、星5プレート、ドキドキ学園イベント。性別に関係なく誰とでも親しみを持って接して優しく癒しを振りまいてくれるマキナ姉さん、もしも学園にこんな女の子がいたらすぐにみんなのマドンナ的存在になっていそうだ。はい、プレート、あー出たまたあれだ、マリリン・モンローだなんかどっかの星 5? うん、あ星6プレートの時でしたけど、どっかでもね、なんか同じ感じ。いやーちょっとこんな風になるんだったらもう風でも吹かしてみたいわ。俺は風になりたい、風になりたい。リアリティアップマイ、これもね、これもまた問題なんですよ。まあ問題というかね、重要なね、まあもう皆さん分かりますよね、これね、ここね、これ、サービス終了の1年ちょっと前ぐらいに、このプレートがね、出たわけですよ。この衣装がね、実装されたわけですよ。で、その時点で、あれ、なんかこれが、あれ、これないな、おかしいなと思ってたら、そう、サービス終了、半年前ぐらいですね、これ、追加されたんですよね。いや、なんかもう、想像するだけでね、ねえ、もうこのプレート、ねえ、最高じゃないですか、ねえ、なんつうの、この、みこもちゃんと一緒に、まきまきが投稿してきた的な、ねえ、でみこもちゃんはツーンって入っていくけど、まあ、まきまきだけ後ろからこうね笑顔でね、おはようみたいなね、うお最高なワンショットですね。いやー、そしてまあここのね、はい、あー失礼しました、いやー、もううーん、こことかちょっとワンポイント良さげじゃないですか、3D モデルでね。どういった、ちょもう一回見とこうかな、これな。これな。じゃあ、やっぱカメラをね、こう、アングルをぐーっとね、なんかちょっと、もう、ま、俺がむしろ、回り込んでやろうか。うら、ふっ、回り込めません。何をやってるんだか。とりあえず背景はマリリン・モンローにしておきました。いや、これもどっちもいいね。どっちもいいわ、これ。リアリティアップ前も後も。いやー、最高としか言えないな。これは困った。これ困っちゃうな。衣装変更していきましょう。シュタイフ・ブリーズからの、
ニュルニュルと行きまして、ちょっと待って、これヒュブ、これプブなの？気合はバッチリだよ。これブっぽいな、見えねえな。ああスイートデイズ、そう、なんかプブ、どっち、わかんない、わかんないんですよ。プかブなのかどっちかわからないんですよ。わからないのをわかってくれたのかな。あ、足元から見てまいります。あ、でもあんまりゴテゴテしてないんだね、これね。いや、いいんじゃない、よさげじゃないですか。ほら、制服、なんだろう、ランカちゃんのほら制服もあったじゃないですか。あれはあれでいいんですよ。で、ミンメイさんの制服、モドキやったじゃないですか。あれはモドキなんですよね。あれは衣装なんですよ。制服っぽく見せるね。並べるとね、全然制服で並んでるように見えないんですよ。もうミンメイさんの、あれは、衣装。で、ランカちゃんの制服は、まあ、あれはもう、制服として、まあ、それでも一応ね、ステージ衣装として、出てきておりましたけど、まあ、ただそのいわリアリティですよね。それをちょっと追求する、うん、ここであんまりにもね、あっちこっちにこうウサギマークみたいな感じになってると、それはちょっと違うと思うんですよ。いや、それはそれでいいんですけどね、衣装としての制服、まあ、それはそれでいい。これはもうなんかもう、うん、ちょっと違うかな言ってることがちげえあ、いや、でもね、そう、あんまりゴテゴテしすぎない、そういうのも、そういうところも大事だと思います。このベルトもなんかこれデルタなの、このデルタの意味のデルタにしたのかな、そういう感じですかね。もうね、絶対ね、こう現実世界でね、絶対ありえないんだからね、この服がこういう風にね、バストの形に密着してね、こんな風な弧を描くはずはないんですよ。ね。これはもうこういうね、絵とか CG だからこういう風にできるんであって、普通だったらこれ、ねえ。わかりますよね。きっと伝わってますよね。大丈夫ですよね。あー、そうそうそう、こういうワンポイントでいいですね。先ほど、あ、これ以上大きくならないか。先ほどもね、プレート絵に描かれていた通りですね。あ、このぐらいのワンポイントでいいんですよ。ねえ、もう、ごっそりね、可愛くしなくていいんです。まあ、こういう風にね、制服っていう、そういうイメージをね、でいくんであれば、うん、これでいいと思いますよ。はい、縦向き。ね、回していきましょうか。ちょっと遠見にしときましょうかね。足元から、はい、頭のてっぺんまで普通ですよね。普通、これがいいんですよ。これがね、あー、普通がいいんです。普通でいいんですよね。うん、なんだろう、セーラー服とか ではないっていうところもまたいい感じかな。いい感じだ。では、これで特別演出を見て、回らなかった。でも一回ね、ちょっとミラクルなタイミングで回った回がありましたよね。あれ、どれの衣装だったかな。見事に回って、あ、見えたっていうね。私の彼はパイロットパート2、特別演出見てまいりましょう。よし、楽しんじゃうよ。よし、楽しんじゃうよ。先ほど言いました、ちょっと制服っぽくない制服の、さあ行きましょう。ミンメイさんを見比べに用意してございます。一応ね、これの特別演出に関しましては、ミンメイさんの別の衣装、別のせ、あ、後ろに今花置いてあった。知らなかった。ピンク色だから気づいたんか俺なんかね、いつもこれ見てて突然花をポンって出すから手品かなとか思ってたんですけど、あ、なるほど、置いてあった。民名じゃない、マキナだったよな、今な。
そう、こちらはね、特別演出、すでに、民名さんの22回で、普通の制服衣装で特別演出見ております。結構ね、細かいので、細かいというかね、もう一度ちょっと見比べしたかったなと思って、やってみました。まあ、そしたらね、偶然にもちょっと花束、あれ？花束っていうか、花？あれ俺気づいてたんかな最初から、前も気づいたかな、いや今初めて気づいた気がするぞ気のせいか。で一応そう特別演出ね、まあ花の色が変わるのと飛行機雲ができるのと、あと桜の木になるのと、であとねちょっと分かりづらいんですけど、噴水からねなんかねこうビヨンビヨンってオーラが出てるのがね、それもね若干色味が変わるんですね。あとエフェクトに花びらが入る、そんな感じでしたね。いやなかなか可愛らしい演出で、制服もなかなか可愛らしくていいと思います。うん、そうセーラー服ってね実際そんなにないと思うんですよ。なんつうの ブレザー的なそういう制服の方が多分多いと思うんですよね。まあこういう制服はまあそんなにはないかと思うんですけど、あでもやっぱね手を置いてちゃダメだ、今手開いてみて、あちょっと違う、なんかね戦闘なんちゃら学院みたいな、なんかそんな雰囲気の制服ですねこれねさっきまではねこう胸の上でね手をこうやってこうね、わかります？胸の上でこうですよ、わかります？わかんないですよねこういうポーズをしてたので、はい、今回はここら辺で終了といたします。ご視聴どうもありがとうございました。